こんにちは、キーチャンネルでございます。本日の夢100は新しくイベントが始まりました、ニュードリームシップのプロローグを見ていきたいと思います。はい、早速サクサクと進んでいっております。で、この主人公が謎の光を見つけて、その光の中に行こうというのが今回のイベントでございます。前回の、イベントと引き続いて空の旅をしております。で、今回の王子様がダグラスと、ダグラスさんの船かな、とダグラスだけ、ボニータも出てきた。はい、何があるんでしょうね、その光の向こうに。ちょっとそれ気になってきますけどね。さてさて、誰が出るかな。ダグラスさんだけなのかな、出るの。はい、さあ船員も出ました。1、2、あとナビもいましたね。ナビはね、ずっとついてきてくれてるので、とても可愛い羊でございます。ナビは王子ではありませんが、本編を進めていくとゲットできるキャラクターです。おっと、ダグラスしか、誰、トニー。めっちゃかっこいいじゃん、なんかかっこいい。おお、すごい。へえ、まあね、王子ですから、こう見えて王子ですからね。あ、とダグラスさん、お宝の匂い、さすが、かわいい。何なんだろう、トニーはかわいいですね。なんか瞳がキラキラですね、可愛すぎるな。帽子かぶってない方が可愛いと思うな、トニーは。どうしよう、でどうなるんですかね。3日は感心しない。そういうあれなのですね。働くって。くそー。お、4。光が？あらららら。雲が。どういうことでしょう。来れるもんなら来てみろって言われてるみたいだな。そうですね。よいしょー、すげー。トニーがなんかダグラスさんの仲間になりそうな感じですね。仲間、なんか手下って感じ、トニー。ダグラスさんと一緒にいたら。プロローグ終わりました。ということで、イベント頑張っていきたいと思います。おっと、何か出ましたよ、ピースだ。お、このピースをゲットしたらいいのですね。ということで、頑張っていきたいと思いますので、キーチャンネル、チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。では、イベントを頑張っていきます。